は昔から知っていた。月に2回決まった日に父と母はセックスをする。それが今日だ。今日の私はいつもより実の母に嫉妬していた。行かなかったの？お母さんとのあれ。何の話かな。月2回のやつ。知ってたのか。子供の頃からずっとだよ。なんだか恥ずかしいな。母さんとはダメなの？私とならどう？エミ、何言ってるんだ？夕べ聞いてたよ、お母さんとの話。話って？私が生まれる前に本当のお父さんが事故で亡くなっちゃって、ショックを受けたお母さんを助けたのがその時同僚だったお父さんだって。聞いてたのか。死ぬまで内緒にしとくつもりだったんだがな。血がつながってないならお父さんと結婚できるね。ずっと言ってたでしょ。ダメだ、それはできない。結婚は無理でもキスはできる。ダメだぞ。ほっぺにチューなんて子供の頃からしてたじゃん。それはそうだけど今はダメだ。そんな変わんないよ、今は大人だし。Oh.